おい、どうしたのよあれなんかゆうこちゃん元気なくない元気あいや元気ないなと思ってゆうこちゃんが<あ>うんあのさ木曜ダメになっちゃったあそうああ全然、うん、日曜もダメになっちゃった。 え、だって日曜はさ前からずーっと行くの楽しみにしてたディズニーだよ来んねんじゃん日曜のディズニーいやでもその日しか行けないっつって二人で結構だいぶ前から楽しみにしてたやつだからさでもダメになっちゃったんだからしょうがないでしょほんまあいいけどなんだよその感じ <laughs> 珍しいな、ブラックコーヒーなんて飲んで。長っ。苦手だったのにな、ブラックコーヒー。私と書いた方がいいんじゃない,いえー、なんだよ、急にそんな。 いや急にさ理由もなく別れ,別れようなんて言われてもそら納得できないようん浮気しちゃったえ <laughs> そんなつもりなかったんだけどね <laughs> マジかー 浮気か高校の時のさ塾の先生でさすじ組やったらうん、うん、なんか楽しくてえ何その人と付き合うってことうん付き合うことはできないえじゃあ俺のことはもう嫌いになったってこと うん、嫌いになってない。でもこんな女じゃ。じゃあいいよ。おい。別にその一発の浮気ぐらいでさ、俺はもう分かった。もうそれぐらいもう許すよ。だから別に別れるなんて言うなよ。そうだろうありがとう。うん。不倫だったの。不倫だったんかい。長い間。結構な時間たったんだけど。 不倫だったんかい犬連れて子供連れて奥さん歩いてるところ見たらああこの幸せを私壊そうとしてたんだってすごい辛い思いになってちょっと話違うな不倫はなうんでももう私ももうこの関係はやめようって てる不倫だったんかいちょっとごめんねいや不倫は引くんだよな俺しかも長期間えじゃ結構かぶってたってことそうだね付き合うちょっと前からだからそうだねうん2年ぐらいはうんそうだ、ね、2年かいいや俺と付き合ってたの二年いや,いやいや1年半ぐらいだからいやそっちの方が長いんかい うん後付けかよ、俺。でも、でも、なんかな、あのその会ってない時期には、うん。うんすげえやだよ、俺の方が短いっていうのがなんか。でも私、のの私、海外行くの。だから、私、海外行くの。本当にその海外は行きたいのかよ。行きたくない。でも、誰も私の知らないところに行こうと思って。 裕子そしたらうん確かに裕子自身も辛かったのかもしれないだから浮気したことも俺よりつ俺と付き合いよりも長く不倫してたことも許すから別れるなんて言うなうんうん、うん、ありがとううん、うん、ありがとううん 気にすんな必要としてくれてる人が、うん、必要としててくれてる人がいるって。ゆ、うん、き君と職場の人は本当に必要としてくれてるんだなって。いや、並べんなよ。なんか、今は職場の人と並べられたらちょっと複雑な気持ちになるだろう。でも,でもまあ、仕事が楽しいってのはいいことだ。うん。出世したんだ。お出世したんだ。うん。それで私、海外に行くの。 え何、結局海外に行くのなんか海外の人に荷物渡すだけでいいんだって今までは荷物を包んで包装してっていう仕事を内職系のしかさせてもらってなかったんだけど今度は海外の人に荷物を受け渡すこともさせてもらえるようになったのそれ受け渡していくらもらえるの ?200 万だよ闇バイトかい闇バイトしとるやないかい 簡単なんだって本当にいた人にはいどうぞって渡すだけでいいんだってそのさ荷物まず持ってくじゃん持ってくよそれどうやって持っていくのほんと腹巻してその腹巻の間に入れるんだってでも細いんだよすごく細い板,板みたいなやつを間に入れるんだってでコルセットなんですっていうの簡単なんでしょなるほどなその あの腰のコルセットみたいなことを言って、ごまかされるわけだ。で、細いやつを挟むときは、パンツの紐にするの。女の人だとできるんだって。あ,あ、確かにパンツの紐まで確認させてくださいって言いにくいからってこと。あ、<laughs> 楽しみだな。その200万でさ、旅行行こうよ。行かねえよ。闇バイトの汚ねえ金でよ、汚れ切った。紐、紐四、紐四と、一対一行こうと思ってんだよね。 で、いくらもらもえるの690万ふざけんなよてめえ人生なめんなよお前それで690は人生なめすぎだろうがよそうそうじゃないんだよもういいそんなに言うんだったらもういいもしもしあ後藤さんうん今日はね 18時からうん大丈夫、うん、タクシー代、うんと、うんご飯1時間で1万円でいいうん、オッケーありがとううん、帰りもお願いしますはい今日も人とね、ご飯の約束ができたはごめんそれ、どういうことうんなんか、ご飯食べてなんか、タクシー代くれてご飯も、おごってくれて ご飯すると一時間一万円くれるのだからそれだけで今日六万円ぐらいもらえるでしょ素敵な仕事でしょパパカツかいあの闇バイトほどの金額もらったらパパカツで貸す貸めそんな全然あ大したことないと思えもういいや気持ち悪いこいつ 今8位以降レインボーコンドチャンネルのメンバーシップが始まりましたスタンプとかこの未公開コントとかあとその普段しない投稿とかしたり盛りだくさんぜひ入って